皆さんどうもこんにちは、カリンだよ。そして皆さんこんにちは、どうも北川景子です。今回はね、皆さんにお願いがあって動画を撮ってるよ。ふむふむ、どんなお願いかな。まあいろんな事情で卒業式がなくなったり、うん、行けなくなってしまった人への動画を制作しようと思っているんだよ。卒業式がないと旅立てないよね。ということで今回そんな卒業式に行けなくなってしまった人の名前を読み上げるという卒業式を行います。いや、さすがかりんちゃん。いやいや、チャイちゃんもするんだよ。チャイ関係者の腕章つけて写真を撮る係がいい。ブー。いや、チャイちゃんリアルに人が来るわけじゃないから写真担当いらないんだよ。あー、なるほど、失礼、てへぺろ。このもしぬこの卒業式の対象者は、うん、学校に卒業する方はもちろん、うん、それと会社を辞めて新しい会社へ行くという卒業、うん、そして〇〇な自分に卒業って方が対象だよ。カリンちゃん、応募方法はどうするんだよね。もしかしてカリンちゃん、呼んでほしいお名前をコメントに書いてもらうとか、難しい漢字の場合は振り仮名振ってほしいとか、差し支えなければ何の卒業かも書いてほしいとか。チャイちゃん、まさにその方法だよ。やだ、当たっちゃった。はい、ということでそんな卒業生の方々、コメントよろしくお願いしますだよ。締め切りは3月13日まで。グッドマーク、グーグーグー。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。わお。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめの動画はこちら。お新しい動画はこちらでございます。もしぬこ卒業式に参加したいお名前を募集したけど、たくさん来たらいいね。チャイはね、セクシーという名前で応募しようと思ってるの。チャイちゃんはダメだよ、読み上げる方だよ。カリンちゃんケチー。